おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山光平です。今日は良かったところ2点ですね。1つは視野狭窄に対応すること、もう1つは腹式呼吸をすることでしたね。今日先輩である植松浩二さんと練習前に話をして、いろいろ話していくうちに、あ、こういうのいいかもっていうのを、見つけたりしてですね、練習に取り組んでみました。で、1つ目の視野狭窄ってことなんですけれども、視野狭窄って何かっていうと、すごく集中した時に視界がすごい狭くなるんですよ。視界が狭くなってですね、こう自分の立ち位置とかが分かんなくなっちゃうんですよね。どこに力入れていいかとか、自分が今どこに、いるのかっていう、空間把握能力っていうのがすごくね、鈍ってしまうんですね。だから、視界をもっと広く持つように、ちょっと周りのものを見たりとか遠くを見たりとかしてですね、自分の位置をちゃんと確認して演技に入ると、そうすると今日は、今日だけかもしれないけどチェックとしては良かったですね。で、もう一つ、腹式呼吸、4秒吸って8秒吐くと、そうすることによって、脳みそがかなりクリアになってですね、集中できると、そういうことなんですけれども、今日やってみると久々になんか雑念なく案場に集中できたかなと、演技中にね、なんかそういうところが良かったかなと思いました。これね、人と話してないとなかなか見つけられないことだったかなと思いますね。だから今日の練習はすごい良かったかなと思います。ただこれの今日見つけたことの精度も低いだろうし、それから本当に合ってるかどうか分かんない、自信にはなりましたけれども合ってるかどうか分かんない。なので、試合までは何があるか分からないので、入念にね、かなり、入念に、また練習していきたいと思います。あとね、この前、昨日も言ったように、または振り返りの時の自分をこう客観的に見た時に思ったことのようにですね、もっと体操をね、貴重な現役生活をもっと楽しもうじゃないかということと、あとやっぱり体操やってるっていうことが当たり前じゃないと思うので、感謝の気持ちを忘れないで、体操していきたいなと思いますね。試合まで、全日本シニア大会まで残すところあと1週間くらいとなりましたけれども、もう1週間ないか、1週間、あ、今日でちょうど1週間ですね、1週間しかありませんが、自分の持てる力を最大限発揮して、今後もね、頑張っていきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでした。また明日も頑張りたいと思います。バイバイ。